皆さんおはようございます。今日もね、なんとか、朝一のね、活動を始めることができました。今日も、連雀町、まあ、元城町のところの交差点に来ています。まあ、ぬるま湯がね、非常に多いので、まあ、本当に気分は悪いですが、学校で少し勤務をしていて、子どもの未来に投資をするというコンセプトで政治活動を、始めました。で、今日今朝見てみたんですが、自分の、買ったアメリカの株がいくらだっけな、マイナス2705円ぐらいです。おそらくバイデン大統領がロシアの、ウクライナ侵攻の可能性が高いということで、アメリカの株は下落しているのかなと思います。まあ、日経平均も少しマイナスだったので、まあ、そこら辺が大きな、ね、影響があるのかなと思いますので、まだまだ、株価の方も、不安定なのかなと思います。まあ、ただ株価が下がってても配当金が上がることを合わせると、1070兆円以上の、ね、現金があるということです。ということは、資産を全部合わせれば2000兆円以上の、資産、個人金融資産が日本国内にあるということですから、まあ、もし 1% にも使ってもらえれば、20兆円ぐらいの、ね、現金が市場に出てきますので、まあ、本当に大きな、ね、効果があるかなと思います。まあ、だから減税をすることと規制緩和をして、もっとその自由に新しい産業を作ってイノベーションを起こしていかないとなかなか厳しいのかなと思いますので、まあ、杉本修一後援会としては、イノベーションを起こせるような街を目指して、起業家の、ね、支援を力を入れてくれるかなと思います。まあ、人口もどんどん減っていきますから、子育て支援も、ね、力を入れていかないといけませんし、まあ、インセンティブをこう提案をしていこうかなと思います。まあ、経済をね、地元の経済を成長させるためにも、まあ、地元の浜松の場合は、浜名湖とか遠州灘がありますので、まあ、マリンレジャーをもっとこう年間コストを、ね、安くして、発展させるような、そういったことも、ね、今の考え日本ぐらいだと思いますから、確か 1% も、ね、満たないかなと思います。東京都内で 5% ぐらいですが、まあ、香港とか、まあ、地元の経済をこう成長させていくためにも、人の流れとかお金の流れは、ね、絶対に必要だと思います。まあ、人と物とお金をこう呼び込んで経済を成長させていかないと、なかなか日本人の、平均賃金が上がっていかないのかなと思います。まあ、だから若い人たちもで、富裕層も増えてくれば、まあ、日本の文化は非常に素晴らしいということで、アニメ、まあ、子どもたちもそのまあ、今の学校の教育だとその記憶をすることにね、力を持って置いていますが、もう少し自分の頭で考えて判断できるような、そういった訓練もね、導入した方がいいのかなと思います。まあ、自分の頭で考えてこう答えを導き出していかないと、これだけ時代の変化が激しいと、なかなか厳しいのかなと思いますね。まあ、10年後、20年後、さらに、から、まあ、杉本修一後援会としては、人口の底上げをこう目指していって、で、地方でもこのイノベーションを起こしていけるような、そういった地方都市を、目指していきたいなと思います。まあ、前坂中学校で勤務していたので、まあ、教育に関しては、だから、スピーカーもさ、こういったスピーカーもティファニーブルーにこう変えたいなと思いますが、まあ、自転車もね、ビアンキの、ローマ3をゲットすることができれば、まあ、同じ色にこう統一感が出てくるので、だからポスターとか選挙ポスターとか選挙カーの看板もティファニーブルーみたいなビアンキの色に統一したいなと思っています。まあ、ということで、一旦これで終了しますね。皆さんお疲れ様でした。
Alright guys, thank you for watching. Smash like button and subscribe. Stay tuned. See you there. See you tomorrow. Yara. Yoro. Bye.